サミットは参加者登壇者スタッフウォッチパーティー会場みんなで作るイベントです誰もが参加しやすいサミットを共に考え共に作ることを目指していますお互い敬意を持って価値観を認め合いながら建設的に意見を交わしましょうそれぞれが文化的および個人的なバックグラウンドがあることを理解するように努めましょうコード・オブ・コンダクトの全文は QR コードからお問い合わせは記載のメールアドレスまたはスラックまでお願いします スポンサーの皆様をご紹介します。特別協賛。TIS 株式会社。Yahoo Japan。協賛。インフォラウンジ。UD トーク。グラファー。一般社団法人官民競争ハブ。スマートシティインスティテュートジャパン。自動処理。PWC。公演デジタル庁。経済産業省。 はい、皆さん、こんにちは。それでは、えー、コードフ for i n z の歩みというタイトルで発表します。こんにちは。七子の島と書いて、七島と申します。Twitter など、インターネット上の ID は、だいたいジョリー・ジョースターと名乗っています。生まれは横浜ですが、主に千葉県印西市で育ち、一時期離れたものの印西市に帰ってきて、現在家族と、えー、印西に住んでいます。 得意なことは iOS アプリを中心としたソフトウェア開発で、10年ほど前 iPhone に惚れてソフトウェアエンジニアに転向して以来、ずっと i p h o n e ラブでやっています。3歳から小学校4年生までの子供が3人おり、今年度は小学校の PTA 会長を拝命するなど、地域社会とも関わりつつ日々奮闘しています。シビックテックとの関わりとして、 実はシビックテックとの関わり自体は意外と古く、2013年頃に初めてシビックテックという概念を知りました。当時は神奈川県茅ヶ崎市に住んでおり、Code for 茅ヶ崎を名乗っていました。まだ地域ごとの団体をブリゲートと呼んでいなかったところと記憶しています。当時 Code for 横浜などがやっていた活動が興味深く、地元のソフトウェアエンジニア、 商店街の方々、市議会議員の方々などとワイワイ勉強したり議論をする場を設けていました。普段仕事では関わる機会があまりない方々と共同作業できたのは非常に楽しかったです。ところが2015年に茅ヶ崎を離れることになりました。この時から残念ながらシビックテック活動からもしばらく離れることになってしまいます。ところが2021年、 私は育った地である千葉県印西市に帰ってきました。そこで後ほど紹介する Code for 印西、e、のメンバーと出会い、活動を再開して現在に至ることとなります。せっかくなので Code for 茅ヶ崎時代の活動も紹介させてください。懐かしいと感じる方もいらっしゃいますと思いますし、最近活動し始めた方には新鮮かもしれません。 一番最初に関わったのは、税金はどこに行ったでした。世帯タイプと年収を選ぶと、年間の市民税の金額と、あなたの市民税が1日あたりどんな用途にいくら使われているかが一目でわかります。1日あたりなので、民税費に数百円、消防費に数十円など、生活感のある数字が並び、私たちの税金がちゃんと使われている感を認識することができました。 税金に興味を持たせてくれる素晴らしいプロダクトだと思います。また、このプロダクトの広がり方も素晴ら,素晴らしかったです。大元はイギリスの Open Knowledge Foundation が開発した Where does my money go? をベースに開発されたものですが、日本版はまず横浜版、横浜市版が立ち上がり、その後いろいろな自治体に広がりました。私もその広がりを知って興味を持ち、 横浜版をフォークして茅ヶ崎版を開発しました。フォークというのは枝分かれを意味していて、ざっくり言うとソフトウェアをコピーして独自のカスタマイズをしていくことを指します。ソフトウェアの世界では各自が開発したソースコードをオープンにして、他の様々なソフトウェアエンジニアが自由にカスタマイズして発展させていく文化があります。 開発時は一人だったのですが、動くものができたおかげで、茅ヶ崎の様々な方に興味を持ってもらい、先ほどもお話したような地元のソフトエンジニア、商店街の方々、市議会議員の方々などと,とコミュニケーションを持つきっかけとなりました。次にゴミ出し4三浦です。市民のゴミ出しをサポートするサービスで、地域を選択すると一般ゴミや缶、瓶、金物、 プラ容器包装などがいつ,捨てらるかい,いつ捨てられるかを色分けして表示します。さらに各ゴミの種別をタップすれば詳細のゴミの種別を表示します。これらも原型は石川県金沢市の Code for 金沢が開発したゴミなし .jp をフォークして開発したものです。ゴミなしも優れた UI や 応用の容易さなどから様々に広がった素晴らしいプロダクトと記憶しています。ゴミナシ4三浦は神奈川県三浦市に住んでいた開発者仲間と一緒に開発したものですが、同様にこの時期、藤沢、鎌倉などの湘南地域でローカルな活動をしている方々、特にソフトエンジニアたちがこうしてシビックテックに参加してくれました。コード e f o 横浜に影響を受けた コードー茅ヶ崎のちょっとした活動が周辺の地域にも伝わり、シビックテックの素晴らしさを体験した現体験的なものになりました。さて、自己紹介がだいぶ長くなってしまいましたが、本題に移りましょう。このセッションは、コード4委印材としてシビック活動に、シビックテック活動に復帰したものの、いまいちどのような活動に力を入れてい 聞けばいいいか迷っている1ビリゲートのの活動の共有です同じような悩みを持つ方々、悩みを共有できると幸いです。乗り越えられた経験をお持ちの方は、ぜひアドバイスをください。アジェンダです。えー、まず、私たちが活動する印材誌について紹介します。その次に Code for 印材とその活動について紹介し、 最後に悩みを皆様に共有するという流れでお話をしようと思っています。それでは印西市についてから参りましょう。印西市は千葉県の北西に位置する市です。現在の人口は約10万人。もともとは印馬郡印西町という町でしたが、1984年にニュータウン開発が始まり、 千葉ニュータウンという今私が住んでいる地域が開発されていきます。東京と千葉ニュータウンをつなぐ鉄道である北総線が開通し、えー、成長してきました。私も1990年頃、えー、小学、小学校4年生だったかの時に横浜から引っ越してきました。中学生の頃には人口5万人突破のお祝いがあり、一瞬日本一。 日本一人口の多い町だったこともあるそうです。その後、印西市になり、順調に人口も伸び、2018年には10万人を突破しました。皆さんに親しみを持ってもらうために、もうちょっと詳しく紹介させてください。真ん中の赤い枠で囲まれた部分が印西市です。そして、これが利根川です。 印大市は北を利根川に接しており、その先が茨城県です。江戸時代に利根川の水運を利用して栄えた木下ろしという町がこの辺にあり、古くから栄えた町があります。左側の方面が東京で、右側に成田空港があります。東西をこの北総線が通っており、 えー、都内まで1時間ということで、この北総線の沿線は、えー、ニュータウンとして開発され、えー、コストコやジョイフルホンダといった大規模商,商業設施設もたくさんあります。実はこの北総線、非常に運賃の高い鉄道として有名で、えー、私の最寄り駅から隣駅に行くのに310円。 4駅行くだけで570円となかなかのお値段が体験できますので、えー、皆様ぜひ一度、いらしてみてください。南と東は、インバ沼と接しています。えー、歴史が好きな方は、田沼沖継が干拓に着手したのが、インバ沼ということをご存知かもしれません。えー、自然がいっぱい残っている地域で、えー、養殖うなぎも有名です。このように、古い町と新しい町、 都市と自然が程よく共存していることで、えー、市令はこれを印イ,イバランスと名付けたりしています。そんな印刷市は住みよさランキングで上位に食い込んでいます。東洋経済振興社が全国の都市を対象に毎年公表しているものなのですが、2017年時点で6年連続、えー、日本一となり、えー、2018年も1位になっていることから、 えー、7年連続でナンバーワンになりました。写真は、えー、私の家の最寄り駅の千葉ニュータウン中央駅周辺の写真などですが、えー、雰囲気を感じていただければ幸いです。なかなかお茶目なところもあって面白い PR 動画をいくつも作っています。えー、子供が大好きなインドじゃないよ印材師や、 先ほど紹介ししたた材バランスを題材にした動画もあります最新作の「印西あるある物語」もありいずれも癖のある PR 動画たちなので興味があったら是非ご覧くださいさて地元愛が過ぎてこれまた長くなってしまいましたが次に Code4 印材の歩みを紹介します Code for i n 材は2020年8月に立ち上がりました。すでにコロナ禍の中でしたが活動を始めていただき大変感謝です。私は翌年の2021年5月頃参加し始めました。私自身の活動としては1年ちょっとということになります。ロゴはこちらで Code for i n s を立ち上げたノンタンさんが作ってくださいました。 かっこいいですね。Facebook ページもあるので、えー、覗いてみていただけると幸いです。現在のメンバーはこんな感じです。えー、ノンタンさんが Code for i n、e、の設立者です、えー。もう一方、一緒に活動されている方と Facebook で声をかけていただき、えー、私も参加させていただくことになりました。 印西市民として活動をしているのは、この、主にこの2名ですが、え他の地域でシビックテックをやっている方にご協力いただいたり、印西市の学校で働いている先生にご協力いただいたりということで、数名で活動をしています。この協力者に先生がいらっしゃるという点が一つ、コード4印西の特徴になってきます。私の子供たちも通っている原山小学校の先生の方です。 はい。では次にコードフォーイン n でやってきたことを紹介していきます。詳しくは一つずつご紹介していきますが、全体としてはこちらになります。まず上の二つは私の参加前から実施されてきた活動で、小学校1年生向けのプログラミング初級学習の検討。 そして、おうちで時間割りという学習計画表や時間割りを簡単に制作できるサービスをお試しで導入していただくということを実施されていました。また次の3点は私も参加して実施したいものですが、引き続き小学校と協力して既存の夏休みの宿題にデジタルの要素を取り入れるお手伝いをしました。少し趣向が変わって、 え、印イ氏のオープンデータをソフトウェアから使いやすい形に加工し GitHub で公開するということもしました。最後はメンバー内のちょっとしたお遊びですが Code for 印刷のメンバーで印イ氏のマスコットキャラクターである印刷君で楽しむ工夫とかをしたりもしています。まず、 小学校1年生向けのプログラミング初級学習の検討についてご紹介します。ビスケットというビジュアルプログラミング言語をご存知でしょうかお絵かきとメガネというパーツを組み合わせるだけでできるプログラミング言語です。言葉で伝えるのは難しいのでご存知ない方は参考 URL にある動画を見ていただきたいのですが、えー、パソコン上でお絵かきと あと、ドラッグドロップだけでプログラミングができてしまいます。なので、まだパソコンに慣れていない1年生でも遊ぶことが可能です。実際、私の娘も小学1年2年生の頃には夢中になって自分が描いた絵を動かしていました。このビスケットを使って子供たちがデジタル端末やプログラミングに慣れることができるような検討をしました。背景としてはギガスクール構想があります。 ギガスクール構想というのは文部科学省が進めている構想で、端的に言うと、一人一台の端末と高速大容量の通信ネットワークを整備して、教師、児童、生徒の力を最大限引き出すというものです。ということで、最近の小学生は一人一台端末を持っています。原山小学校では Chromebook が全員に対応されました。 ところが、ギガスクール構想は始まったばかりで、えー、先生方、子供たち、えー、保護者の皆様も、えー、不慣れな状態でした。特に、えー、まだクロームを触ったことない一年生は戸惑ってしまうのではないかということで、えー、楽しんでクロームブックの触り方や、えー、プログラミングで遊ぶことができることというのはとても良さそうという背景でした。えー、このビスケット、えー、小さいお子さんや、 が、パソコンやタブレットに慣れるきっかけとして非常に良いと思うので、ぜひ使ってみてください。次に、おうちで時間割を小学校に導入していただいた話です。おうちで時間割は、先生方がオンラインで学習計画や時間割を簡単に作成できるサービスです。生徒はスマホや PC から見て学習を進められます。 おうちで時間割チームという Code for Japan のメンバーとインフォラウンジの皆様で開発、運営されているので、ぜひ参考の URL も見てみてください。背景としてコロナ禍により学校運営の多くをオンラインに移行する必要があったことがあります。学校から子供たち、学校から保護者への連絡のために担っていたもの。 例えば、時間割りだったり、連絡帳、プリント、健康観察カードなどをオンラインツールに切り替えていく必要がありました。その中の一つとして、おうちで時間割りを提案し導入していただきました。この頃の小学校の先生方は、今までのやり方を急激に変える必要があり、とても大変だったと思います。おうちで時間割りを含めたオンラインツールの情報を先生方に共有する一方、 先生方からは教育現場での現実の課題を教えていただきたいと非常に学びのある活動でした。一つ難しかった点を取り上げると子供たちだけではなく保護者の方々にもデジタルツールやオンラインのやり方に慣れていただく必要があるということでした。子供たちについては学校で Chromebook を使い様々なオンラインツールの使い方を授業で教わります。 なので、例えばこう一律こうやりましょうというですねやり方を定めることがしやすいんです。ところが、保護者はそうではありません。デジタルについての教育は受けていないので、得意な方は得意、増えてな方は増えてとさまざまです。オンラインの便利なツールに移行しつつ、増えたな方のを取り残さない工夫をしながら、変化を促していくということが、 大変ではありますが、重要ということを実感しました。次に、小学校と協力し、夏休みの宿題の一部をデジタル、うん、宿題の一部にデジタル要素を取り入れたことについて紹介します。実施したことは、夏休みの宿題で行う安全ポップの作成です。 安全マップとは、この左側の図のように、夏休みに学区内の危険そうな場所がないかなどを子供たちが調査し、2学期が始まってから、こういった模造紙などでのマップにまとめるものです。従来は紙でまとめていたのですが、今年はデジタル要素でも取り入れてみたいということで、企画検討をしました。 宿題の対象が Chromebook の扱いにも、また Google 系のツール、例えばスプレッドシートやスライドなどの扱いにも慣れてきた3、4年生向けだったということ。もう一つ、貸与されていた Chromebook はタブレットモードでも使えて、カメラを用いた現地調査でも使えそうな優れものだったということもあり、これを組み合わせて宿題を作れそうということで、 Google マイマップの使い方、マニュアルなどを先生に共有し、一緒に企画を推進していきました。私の息子もちょうど3年生だったので、自分が企画した宿題の企画を息子と一緒にやってきました。子供たちと一緒に、まず危険そうな場所を現地調査として探します。そして Chromebook で危険な場所の写真を撮り、 お家に帰ってから自分の Google マイマップに危険な場所の写真と説明を追加していきます。夏休みが明けたらみんなのデータを集約して安全マップを作っていきます。こちらは原山小学校の Facebook での活動報告です。このように今の小学生は皆さん Chromebook などデジタル端末の扱いに非常に急速に成長しています。 実はこっそりここに、えー、僕の息子が映っています。はい、えー。ここまでは主に小学校とのコラボレーションの事例をご紹介してきましたが、えー、ちょっと変わって、印代紙のオープンデータをより使いやすい形に加工した話も紹介したいと思います。印代紙の、えー、オープンデータ。 えですね。オープンデータというのは、政府や地方公共団体等が保有する公共データを、機械判読に適したデータ形式で、営利目的も含めた二次利用可能なルールで公開するデータのことです。印西市もいくつかのオープンデータを公開しています。印西市が指定したライセンスが定めるものとして、えー、まずそのデータをもとに作成したものには、 印刷誌のデータを利用して、利用している旨を表示すること。データを編集、加工した、利用した場合は、編集、加工したことを表示すること。この2点を守れば、このデータを自由に改変でき、二次著作物の作成もできるというものです。ありがたい、素晴らしい取り組みですね。ところが、そのオープンデータは、 ちょっとソフトウェアからは扱いづらい形式になっていました。私たちは、まあ、せっかくオープンデータという特徴があるので、これをソフトウェアから扱いすぎ形に変換して公開することにしました。まず、どんなオープンデータを公開していくかっていうのを紹介していきます。印在市が公開しているオープンデータは今のところ以下の7個です。 えー、市の施設一覧、避難場所避難所、AED 設置場所、保育園、文化財、ホストメイトトイレ設置場所、公衆無線 Wi-Fi 設置場所です。このように、えー、市の代表的な施設一覧や公共性の高い施設の場所に関する情報が CSV の形で、えー、公開されています。 それぞれ緯度経度の情報も含んでいるので、えー、Google My a p プなどにインポートするだけで、えー、地図上にこうピンを表示できたりも、えー、できる形になっています。他にも緯度経度の情報は応用しやすいので、えー、使える可能性があり、有用な情報ですね。せっかくなので、私たちが変換し、公開したデータが GitHub でどのようになっているかもご覧 え、いただきたいと思います。まず GitHub というのは、誰でもソースコードやデータを公開し、コラボレーションできるサービスです。ここに、まずですね、GitHub のページをご覧いただくと、このようにですね、ここにこうソースコードやデータが収まっており、この Readme という部分で、ここのソースコードやデータがどんなものかというのを開説していきます。 このリポジトリーは千葉県印西市のオープンデータをプログラム等から扱いやすい形に改変したデータを公開しています。ぜひアプリケーション開発にご利用くださいということで、データの主な内容、中身は変えていないんですが、例えば文字コードを変えたりとか、開業コードを変えたりとか、データ形式を CSV から JSON に変えたりなどといった基本的なことをしています。 使用例をですね、紹介したりとか、一つ一つのデータがどういう形式になっているかとかを紹介し,てしたりしています。例えば、市の施設一覧というのは、l ブリックファシリティ .csv というファイルになっており、項目が大分類、小分類、施設名、所在地、電話番号、色経路があり、それぞれサンプルの例としてはこのようなデータが入っているということを 説明したりしています。さて、そうですね、えー。まだソースコードとかデータを触ってない、触ったことがない方にイメージをより持っていただくために、実際にどのようなものが格納されていくかも見ていきましょう。えー、例えばこのオリジナルというフォルダにあるのが、もともと陰材紙が公開しているデータをそのまま置いたものです。えー、例えばパブリックファシリティを見てみると、えー、このようになっています。 GitHub が、えー、テーブル形式にですね、新察に表示を変えてくれていますが、元々の、えー、生データを見てみるとこんな感じになっています。はい。えー、文字分けしてしまいました。えー、これはですね、えー、現在のオープンデータが ShiftGIS という文字コードを用いており、現在よく使われている 文字コードと異なるために起こってしまったことです。なので、このデータを変換してですね、文字コードを変換したデータを作ってみました。これをもう一回開いてみましょう。これは変換したデータを CSV というフォルダの下に置いています。こちらも生データを見てみると、このようになっていました。はい。ちゃんと文字が表示されるようになっていますね。 市役所や市所出張所、このようにカンマ切りで先ほどテーブルで示したデータが格納されています。これだけでも有用なデータなのですが、この状態だとですね、まだちょっと使いにくいです。というのも、例えば施設の名前を取り出したいときに、カンマ何個目の部分を取り出すかといったように指定しなきゃいけないからです。 そこで CSV ではなく別のデー,タ変データ形式にも変換してあげましょう。JSON というファイル形式に変換してあげます。同じものを見てみると JSON 形式だとこのようにカッコでくくった塊の中にキーの名前、コロン、そしてデータの中身という形式で保存するようになっています。これだと人にも読みやすく キーを指定することで、欲しい情報、欲しいデータが取りやすいことから、ソフトウェアからも扱い形になっています。残念ながら、まだこのデータを使ってアプリケーションを作るとこまでにはいっていないので、今後、何かしら作っていきたいなと思っています。何かですね、このデータを使ってみたいという方は、ご自由にですね、使って、何か使っていただけると嬉しいです。はい。 そして、そうですね、この GitHub で公開した話はここまでで、最後、おまけの活動の話も紹介します。印西市のマスコットキャラクター、印西くんというんですが、このかわいい印西くんをですね、スラックでめでています。印西市はですね、この印西くんの150球パターンのですねいろんな画像をですね、市民が利用できるようにしてくれていて、 私たちはこれをこう私たちコードフォー r i n z の活動の、えー、コミュニケーションに使っている Slack の中で、えー、ワイワイとですね、盛り上げるために使ったりしています。いつでもどこでも Inzai くんをリアクションでめでることができるので、なかなか楽しいですよ。はい。ということで、えー、以上な活動をしてきました。これらの活動を通して良、えー、かったなと思うのは2点。 まず、身の回りの現実の解像度が上がりましたえ。密に連携していた学校の現場はもちろんのこと、えー、それ以外にも印、えー、在市がどのような場所かとか、印、えー、在市が何に課題を抱えているかなど、えー、そんな情報に敏感になったと思います。これまで育ち、暮らしてきた印在市ですが、本セッションの最初に紹介したような印在市の像も、 コードフォーインザイの活動に参加する前はきっとよく分かっていなかったんではないかと思います。もう一点が、えー、身近な誰かの役に立てたということが、えー、とても嬉しかったです。もっとインザイ全域の市民に役に立つこともしたいと思いつつも、えー、コードフォーインザイのメンバー、えー、ご近所さん、えー、自分の子供が通う学校などの役に立てたことはとても良かったと思います。 もしシビックテックに興味がある方がいらっしゃったら、このように小さなことでもできる範囲で少しずつやっていくといいのではないかなと思います。はい。そして、ここまでやってきたことを紹介してきたのですが、とても学びになったことは良かったこともたくさんあるのですが、悩みもあります。 それはぶっちゃけ、我々が何をすべきかが、実はちょっと確信を持って分かっていないということがあります。Code for i n s e のメンバーは、設立者のノンタンさんがデザインができて、私がソフトウェア開発ができるので、幸いなことに何かを作るといったことは、何かお題があればできると思います。協力してくれるメンバーも経験豊富な方もいらっしゃるので、 できる活動の中でいろんなチャレンジをして小さく役に立ったりとか、あと個別の解決ができたりということはあったと思います。地道な活動のおかげで学びがあり、活動もちょっと広げられているのですが、もっともっと多くの人に役に立つようなことをしたい、活動を広げたいとも思っています。でも現在のところ、私は Code for i n s i でどういうことをしていけばいいか確信が持てずにいます。 この辺は、もしも同じような悩みが持っていらっしゃる方がいたら、えっと、ぜひ相談しているポイントではあります。ただ、えー、一つ思い当たりがあったので、えー、次はですね、この思い当たる、えー、節に沿って、えー、ちょっと次のチャレンジをしていこうかと思っています。えー、思い当たる節というのは、えー、それは、えー、市民という多様な人たちの役に立つために、えー、もっと異なる視点とか、えー、もっと異なる価値観、 そして議論が必要なのではないかというところです。私たちは少人数でだいぶ偏った属性で活動を行ってきました。しかし先生方と協力して物事を進めたときに様々な気づきと学びがあったように多様なバックグラウンドを持つ方と共同作業をすればきっとより良い活動ができるんではないかと思い立ちました。そう、必要なのは仲間なのです。 ということで、コードフォー r i n z のメンバーを募集しています。Inzai 市にお住まいの方、i n z 市で働いている方、Inzai 市に興味がある方など、コードフォー r i n z の活動に興味を持っていただいた方なら、どなたでもウェルカムです。ぜひ、こちらから、こちらの QR コード、もしくは URL からご連絡をください。お話ししましょう。ということで、まとめです。 えー、今日はまず印刷誌について、えー、聞いていただき、その次に Code for 印材とその活動について紹介しました。えー、最後に悩みが、えー、あるということなんですが、それを解決するために、えー、仲間が必要ではないかという結論に達しました。えー、これからも Code for 印材は活動を続けていきたいと思っています、えー。どうぞよろしくお願いします。ということで、えー、セッションを聞いていただきありがとうございました。 以上です。バイバイ。